はい、遊戯王デッキ対戦やっていきたいと思います。サイフレーム VS アメイズメントです。まずはアメイズメント。アメイズメントコミカを通常召喚し、デッキから、アトラクショントラップカードをフィールド上にセットします。裏側で。で、機械族モンスターなので、これ機械族モンスターって聞いて驚いたんですけど、何なんですかね。ジーニアスもそうなんだけど、どこが機械族やねんと思います。おっと、そこで、サイフレームロードガンマを撃たれましたね。ふてくされましたね、ミドプレイヤー大盤。カードを2枚伏せて、ターンへと。さあ、開始のターン。サイフレームは除外されましたが、サイフレームデッキの場合は、ゲームから除外されているカードを戻すカードが多々入れてたりするので、その部分を使えば問題なく埋めるのではないでしょうか。おしかし、カード1枚伏せ。2枚か。2枚伏せて、ターンへと。そして金満研究を発動。エクストラデッキからカード3枚か6枚除外して、その枚数分めくって、手札に加えます。デッキからめくってね。ただしこのターンドローカードを使うドローすることができなくなります。他のカードの効果でね。さあ強欲デッキ、あ、金満で研究発動、ドラゴンパニッシュメント、あれはアトラクションファミリーフェイスか。アトラクショントラップカードが装備されているカードを、コントロールを奪うということですね。普通に使ったらそれだけで、あのアドバンテージゾーンというか、あの大取り物でいいじゃんになるんですけど、大取り物と違うところは攻撃ができるという点ですね。さあ外資のターン。自分から動くことがなかなか難しいんですね、サイフレームは。相手が動いてくれないと。お、サイバースガジェットを通常召喚。その効果、あ、いや、あ、墓地にないのか。それじゃ意味ないな。で、召喚成功時にあれはサイクロンコースターを発動。自身をリリースして、デッキからある、アメイズメントモンスター一体をサーチします。まあ、アルレッキーノですね。で、バトルフェイズアタックを宣言時にドラグマバニッシュメント。なるほど。で、ヌトスを送って破壊。2500ポイントというかね。で、その処理後に、まずヌトス効果で、その後にアルレッキーですね。トラップカードが発動したので、効果を発動することができます。で、ヌトスでガジェットが破壊されましたが、サイバースガジェットの効果、このカードが墓地に送られた時にトークン一体を生み出します。しかし、次のターンでですね、アルレッキーの効果を使うことができれば、みんなね、さらにトークンがあるとね、あのサイフレーム使えないというのがでかいので、悩んでいますね。サイバースガジェットで蘇生できなかったのは痛いですね。まあそもそもサイバースちゃうというか、あー、精神操作アルレッキーの奪われた。かわいそうに。そして2体でリンク召喚、ライナ、光属性を含めてね。そして効果で、コミカを特殊召喚、リンク3になりましたね、これで。さあこれは厳しい。で2体でリンク召喚。お、サイフレームラムダ。なるほど。これはこれでですね、自分フィールド上にモンスターがいなくてもサイフレームの効果を使えるようになりました。お、クマちゃん。でクマちゃんの効果、墓地に存在するアトラクショントラップカードを選択して相手フィールド上のモンスターに装備します。で、そのままサイクロンコースターの効果発動ですかね。デッキからカードをサーチすることができます。ね、で、効果。デッキからアメイズメントモンスター一体をサーチします。クマちゃんはでも1600なので、そのまま破壊されてしまうんですよね。そしてカードを2枚捨ててターンエンド。アルレッキーノをサーチしました。まあ、おそらく捨ててるのは、フリーチェーンのトラップ系でしょう。大体のアトラクショントラップカードはフリーチェーンなので問題ないですけどね。
さあ宣言時、お、そのまま破壊されました。何もなかった。100ポイントのダメージ。そのターンエンドフェイズに、お、千差万別。なるほど、トラップカードが発動したことにより、あー、イプシロン、トラップカード無効のサイフレームです。うん、いや、うん、おー、なるほど、イプシロンに対してサイフレーム、なんというサイフレームの打ち合い。サイフレーム、イプシロンに対してサイフレーム、なるほど、これは打てますね。あのセンサー判別発動、その発動無効に対してイプシロンで、イプシロンに対してサイフレームガンマなので、この状況だとセンサー判別の効果は適用されていないので、あの発動することができます。でまずはイプシロンの効果、じゃあガンマの効果で特殊召喚、ただですね、そう、サイキック族なのであのサイフレームガンマはで、ここで、センサー判別の効果が適用されるので、はい、どっちか墓地に送らなければならないですね、はい、ドライバーを墓地に送る。で、手札のアルレッキーノはフィールド上にサイキック族モンスターがすでに存在しているので、あの特殊召喚することができませんなんだこのアンチナジーダメじゃんっていう、まあ、それを置いたとしてもセンサー判別は通さなきゃならなかったですね。サイフレームを完全に抑え込むためには。でそのままサイフレームは除外されていきます。おー、トップドロー合金チートか、おい、ちょっと仕込んだんじゃないの。ちょっとなんか疑惑ですよね。相手になんかなんか、右のプレイヤーなんかしたんじゃないの。汚いんじゃね。見直したら不正発覚するんじゃないですか。カード2枚捨てたねと。さあサイフレームというよりセンサー判別がある以上、サイフレームはどうしようもありません。さあ宣言時に、サイクロンコースター発動で、そのまま特殊召喚で、そのまま効果、あー、なるほど、特殊召喚成功時に、あー、そうですね、はい、まあその処理後に、というより激流走にチェンジしてですね、サイクロンコースターを発動、その処理後にアルレキの特殊召喚、アルケード特殊召喚に激流損で、その激流損にチェーンしてサイクロンコースターという感じですね。さあアルレキーノがどん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 消されていっています。さあコミカを通常召喚、ホラーハウスをセットします。ホラーハウスは裏趣味にするカードですね。んー、まあサイフレームの場合はそこまで、うわーバトル終了時に拮抗勝負ドヤ顔神の宣告、絶対守る。致し方ないとはいえしかし拮抗勝負はまあ当確として、センサー判別検査判別だ、これはひどい。アメイズメントが強いというか、ただ単に拮抗勝負が強いだけになってるじゃないか。うわー、なるほど、ダングラトプス、ここで引いてきた、見事宣言カード。そして宣言時ですが、さすがにホラーハウスですね、裏守備にするっていう感じですね。でチェーンで、はい、センサー判別を破壊、まあ当然ですな。でそのまたターンエンド、センサー判別が唯一だったのに割られてしまいました。でこのままダイレクトを続ける。しかしサイフレームをそうです、サイフレームはそうそう自分から能動的に動くことではないんですな。お、アメイズメントタイムチケット、ライフを800払ってデッキからアメイズメントモンスターいったよというのに加えます。ここはさすがにコミカでしょ、いや、そうですね、はい、アメイズメントアルレッキーノでいいでしょう。でアルレッキーノ SS できればこのターンライフを切れる可能性は高いんですが、どうでしょうか。あ、召喚成功時にあれはアルファかな、あ、いや違うか、あ、なるほど、はいはいはい、まずは、W レーシングかを発動して、その処理後に特殊召喚、
まあ、見なかったことにしたんでしょう、アルバは。はい、サイフレームアルバ。モンスターが召喚、特殊召喚されたので、アルファが SS できますね。で、このまま効果。で、デッキからサイフレームドラッパー特殊召喚。で、その終了にデッキからサイフレームカードをサーチします。ここはもうオーバーロードでいい気もしますけどね。というよりオーバーロード以外はない気もする。もうマルチスレッダー。これ意外なカードを手札に加えましたね。まあでもドライバー消えてしまうから、そうですね、このターンで。で、2体を破壊。メインワンですね、このターン。バトルに打つ必要ないから。ほう、リンク召喚、ここで。サイフレームドッドラムダあれはサイフレームドッドガンマがあるな、手札に1700。いや、あれはベータかな、発動。ん？いや違う、アルファか。いや、アルファに対してサイフレームロードガンマ発動これでライフが取れるかな。これでライフが取れますね。全部取れば、で、バトルフェーズ2500で、ベータ発動で、破壊してですね。で、攻撃で、エンドフェーズに、除外されて効果。デッキからサイフレームを手札に加えます。これは強い。サイフレームがまさかのサイフレームデッキをサイフレームで倒すことになるか、これはでも、どうで動きにくい。いや、非常に動きにくい。相手にラムダを使われると結構きついというのが難点ですね。サイフレームサーキット発動、フィールド魔法ですね。で、そのままエンド。で、ダイレクトアタック1700ポイントのダメージ。ベータを使ってもガンマを撃たれるだけ。いやー、ラムダ辛いっすね、これ普通に辛い。さあ、このフェイズで、そのまま1700。さあ、トップドローで解決できるか。まさかのサイフレームがサイフレームによって耐えされるのか。毒を持って毒を制すか。諸行無常、因果応報というやつですね、これ。いや、何もないか、これは。サイコフィールゾーンとかがあればまだマシだったんですが。伏せが3枚ある中では、いや、無理みたいですね。はい。まさかのサイフレームをサイフレームで倒すとは。お疲れ様でした。